の大和なでしこに近づくため日々の鍛錬に励む。これもごひいき様方と仕掛け人様のおかげです。毎日とても幸せで天にも昇るような心地です。本当に嬉しいです。ありがとうございます。ご恩に報いるためにもいつか立派な大和なでしこになった私の姿を仕掛け人様のお目にかけたいです。大和なでしこらしい寝姿というものを修行しなければなりませんね。頑張ります。としてあまり見せてはいけない姿をお見せしているような気がしてしまって、うは、はい、そうなんです。家での私はごひいき様方にお見せしている私とは違うので、気の抜けた姿をお見せしては幻滅をさせてしまうのではないかと。え、そうなのでしょうか。でも家にいる時の私は、確かに劇場での私は普段の私に近いような。大和なでしこはいかなる時でも凛としているもの。わかりました。必ずやご期待にお応えし、素敵な寝巻き写真にしてみます。